屋敷店とは、当以後の中国の都市において発達した施設で、大規模な宿泊施設に、倉庫機能が付属したものを指す。商品経済が発達すると、遠方からの商人が、都市に長期間にわたって滞在して、大量の商品を売買する例が増加するようになった。そうした、長期滞在客である行商たちのための便利を図るために、宿泊施設に併設される形で商品を、 保管するための倉庫が置かれ、時には仲介業務も行った。屋敷、店には、旅館、倉庫、商店などの意味があったが、商店の場合には、市や、法などの故障が用いられる場合が多かったために、屋敷や、店を持って、旅館、倉庫を意味することが多かった。このために、旅館と倉庫が組み合わさった施設を、屋敷店と称したのである。南北朝時代から、 公的な屋敷店は存在していたが、東大に入ると商品経済の発達と都市の人口増大に伴い消費が拡大した。そのため、箇所と呼ばれる官庁発行の身分証明書を帯びた行商が都市に長期滞在することが多くなり、在地の商人が民間経営する屋敷店が多く出現する。屋敷店は都市の市を囲む土辺の内側に沿って並んで、 作られていた。行商たちは、屋敷店の宿に泊まり、倉庫に荷物を下ろす。よそから来た商人は、在地の商人を通じて、商いを行う一方で、通りに面した屋敷店の倉庫の前で商品を並べて、販売した。屋敷店は、全国の各都市や、草市、農村にも普及した。宿屋としては、部屋は合部屋が、一般的で、個室も存在した。 相部屋には中央に色が置かれ、ベッドが周りに置かれていた。また、食堂が設けられ、テーブルに集まって食事ができるような場所も多かった。倉庫業は、一般の旅行者の荷物や、路用の税にも保管するが、主要は行商の商品の保管であった。顧客は、行商だけではなく、地方を往復する官僚で汽車を利用しないものや、半賃や地方間を渡り歩く職を探す。 知識人、家居や遊学のために都市を往来する書生などがいた。行商の比重は大きかったので彼らの交易を助けるために屋敷店は次第にシャワや船舶の圧戦運送業、取引売買の圧戦や委託売買を兼業するようになった。その中でも戦火の預かりや金融を行うものが失望となった。屋敷店は 在地の大商人が行うことが多く、王公貴族も経営を行った。幻想期に王公貴族の経営が禁止されたが、徹底されなかった。そのため、戦争時代には貴族や官僚が経営する屋敷店にも課税された。屋敷店の発達は商業の発達と連動し、抑制は難しかった。また、東野と長安では、 ウイングル商人やソグド人らの再生の商人が屋敷店を経営し多くの利益を上げるに至った。商業や公益が発達するにつれて現金方式では不便を生じた。そのため屋敷店が分化して東大中期から行商のために専用で戦火を預かる失望が生まれた。屋敷店は失望に転業しあるいは兼ねるに至った。失望は 行商の戦果を預かるだけでなく、帰宅賃を取り、行商の商品を担保として、支払いを代行した。失望は、現金方式の不便を解消し、商業の発展を促した。さらに、安氏の乱以降は、地方においても、藩賃などの地方権力もその利順の高さに、注目して、軍事を名目として、直接経営の屋敷店を設置して、商人たちを、 強制的に宿泊させて取引仲介にまで関与することで二重三重の利益獲得をする例もあった。この傾向は古代十国時代に引き継がれ、首都や交通の要所に官営の屋敷店を置く王朝もあった。ありがとうございます。